さあ、とりあえずね、サブクエを進めていこうということで、つい宿屋に向かってしまう。さあ、お次。待っていたのよ。ね、死の言葉を使う女の子。ね、クリフトですね。女の子じゃない。助手、やってくれるよねと。ルベカちゃんの活動再開。これまでに得た多くの手がかりをもとに推理すると、死の言葉を使う女の子と、村人名簿から名前を消された10歳の女の子は同一人物だ。事件に関係があると見た。そこで結婚式前後の状況を調べるのだ。ね、教会が仕切っている。ね、教会に行ってこい。土嵐十分強かったからね。あれより強いボスが来るとなると、なかなか恐ろしい。そういや仲間なんて喋るんだろう。レンダーシアのまだ見ぬキャラクター、うふふふふふ。レンダーシア？レンダーシアに行くんでしょう。僕は自分の醜さを知りました。こんなんじゃ国に帰れねえ。ね、みんなトレーニングしたがりすぎ。おお、塩屋ではないか。旅に出たと聞いていたが、なんか用でもあるのかな。ダーリアの結婚式について聞きたい。なぜ今更そんなことを。まあまあ、どうしてもというならニーブルに聞きなさい。あ、今なんかあったね。復活の呪文を覚えると、インターネットのね、オンラインの方に引き継げるパスワードがもらえるのかな。なんだい、シュウヤじゃないか。立ち寄ったのか。あ、ダリアの結婚式？なんか聞かせてくれたって。直前でやれなくなったからね。結婚式の、案内くらいは残ってるかな。探してみるよ。早い。はい、昔のことだからね。こんなもんしかなかったよ。趣味はずーきゃな、修也君。お、手がかりが出てきたようだね。ん、出席者の一覧だね。お、おばあちゃんの名前があるじゃないか。関係は、あ、神父側の親族。ん、そういえば私のおばあちゃんとダリアさんは姉妹。何？あ、名前の消されてるところがあるよ。やはりあの女の子だ。確認してみよう。ラージャ神父、出席者の一覧から名前が消されている村人がいます。10歳くらいの女の子じゃないのかね。知らん方がええ。どうして隠すんですか？もしかして、女の子が死の言葉を使う女の子だからですか？ルベカ、なぜそれを。やっぱりそうなんですね。実は私の頭の中にその女の子の声が、死の言葉が聞こえてくるんですよ。なんということだ。今になってそんなことが起ころうとは。我々はあの少女のことを忘れようとしたの。しかしそれは許されぬことなのか。教えてもらおうか。わかった。私が船内より聞かされた話を伝えよう。昔この村に赤子が拾われてきた。この村さ、赤子拾いすぎじゃねえ。ね、ウェディの周囲も流されてきたんでしょ。あの赤子以外にも大量にゴミとか流れてきてそうだな、この村。さあ、赤子は10歳の少女へと成長した。少女が村人の名前を呼び死ぬと言った。ね、その村人が死んだ。名前を呼ばれて死んでいく村人は一人また一人と増えていった。恐れた。名前を呼ばれると死ぬかもしんねえ。ね、そして、レグとダーリアの結婚式。その少女は、ダーリアが死ぬと告げたのである。人々の恐れは一気に怒りへと変わった。少女を捕らえた村人は無理やり薬を飲ませて、二度と言葉を発せられぬようにした。声を奪われた少女はその後、村人たちによってどこか遠い地に閉じ込められたのだ。しかし、結婚式の前の日、ね、慰霊の浜に姿を現した。身を清めようと海に入り、ダリアの元へ駆け寄り、ダリアを海に沈めたのだ。そんな！その子の名前は、それは言えぬ。名前を告げれば私の頭の中にも死の言葉が響くことになるかもしれん。その子が閉じ込められた場所だけでもお願いします、ね、コルット地方の浜辺の洞窟の奥。ダリアさんはやはり海で溺れたんじゃなかったんだ。さあどうなる。
さあ閉じ込められた洞窟行ってみよう。コルト地方、これ入ってるね。オッケーオッケー。ここハグメタ出んだ。アイスボンバーこいつか。あタッチ、おいおい勘弁してくれよ。不意打ち、そこまで強くないけど痛い。そう3回目なんでビッグバン。怒った怒った。それなりに強いな。おお4000。たたたたたた。とりあえずね、他の下級職のレベルを全部30にしようかな。さすがにこの後のね、あのボスたちと戦うことを考えると40ぐらいまでは上げときたいな。あ頭返して、エンゼルスライム返して。よし、あと MP 回復せずに来たんだな俺。どうしようかな。まあいっか。ゴルバたち、ガルバゴルバいるね。じゃあ放置でいいや、もう戦った後あるし。なんもねえのかい。こっちか。じゃあこっちや。無の空間って書いてある。コットン層ボス、いきなりボスでもおかしくないよね。ブリザード戦ってる、ブラックパール。終わり。よし、結構ねお金あるのよ。死にたくない、ね、オートセーブ入ります。はーい、やっぱね、お金何に使うかよく分かってないけど、最近のねドラクエってね、カジノコインね、初めの1000枚分ぐらいしか買えないんだよね。金で全部買われちゃうからかな。いら、やった、よし。結構ひどいな。まあいっか。来た来た。遅くなってごめんね。テーブルの汚れがなかなか取れなくてねと。お、魔物がいるよ。お、優秀な助手がいた。やっちゃって。ブルーローム。じゃあよろしく。ボーンプリズナー。ボス扱いか。ビリバリー。ドッカーン。土わらしの強さを考えるとね、MP パーサー上げちゃう。守備力アップ。あ、使えるじゃん。こっちの方がええな。デバフ。
それなりに痛い。シールドブレイク。それなりぐらいだな、正直。終わっちゃった。闘魂打ち。あいつ楽しそうやな。くるくるしてる、くるくる。いや、今こけてるから。ホームラン。ターン数無駄に消費させられた感じ。ガラクタハンド。こけた、こけた。そう、これこけるのよ。まあ、守備力2段階アップ。なんていうかね。そこまで強いわけでもないんだけど、まあ、所詮ただの雑魚だからね。状態異常が入りやすい。ほら。ナイス回避。MP が足りない刃砕き。超刃砕き。無心。あー、しゃあない。使うか。呪文、特技、道具、倍化。か、ね、回復は大事やな。ない。二回攻撃されると死んじゃう。まだ何にもできることがない。あ、もろば切り。帰ってくる量えぐくね。魔法の聖水。いい回復量だ。必殺。おお。ビリバリビリバリ。やっぱなんだかんだで強いな、こいつ。もう一個使うか。ありそうやし。まあこれで、何も減ってない。一冊ブレードインパクト、クソ強い。ダメージが入ってる。嘘だろ。やっぱヘナトスくんですかね。ハッスルハッスル。特技、暗黒の風。まあ所詮はね、こいつあれなんですよね。雑魚なんですよ。耐性がゴミだ。ほら。回復しとこう。
暗黒の風。暗黒の風は2回目はダメなのかな。まあいいか。いやあ、それなりに、それなりに。ヒューザ君、ヒューザ君が死んじゃう。道具範囲化と強化が長いな。まだ残ってる。さすがに。西の浜。まだ使える。まだしない。いいね、やっぱヘナトスだよね。いかにしてヘナトスを入れるか。つまり新刃砕き。シールドブレイク。わし好みにしてやるです。ネルゲルより硬いなこいつ。攻撃力2段階ダウンをねキープすれば。ネルゲルより強い。ロストアタック、そんな怒んなよ。全員こけた。確率高すぎちゃう。じゃあひどい。ヒューザ怒りのビリバリブレード。守備力ダウンを。闘魂落ち。ほら担いでやるわ。猪木のビンタと名付けよう。おーい2万3000。ふぅ、レベルが上がった。おっしゃ、ヒューザのレベルも上がった。あ、50だ。力がみなぎるぜ。来い、クリティカルワーツ。ファイナルファンタジーに行ってください。少しは頼もしくなれたでしょうか。クリティカルって言われたらドラクエの世界観と違うよね。さすがだね。頼りになる女子がいて助かった助かったね。あの女の子は閉じ込められていたのね。手がかりは何も残っていないのか。手がかりはないのか。ん、何かがあるぞ。ん、こっちへ来てごらん。この辺りだ。なんだわからないけど、を感じるぞ。ひや。あわわわわわわ、聞こえた。あの女の子の声が聞こえたよ。まさかあの女の子の名前だったなんて。次回に続く。後編へ続く、ね。やはりあの子はここに閉じ込められていたんだ。今日はこの辺に、この辺で終わりにしとこう。まだ続くんだ、ね。疲れてるよね。ありがとう、お礼は持ってきてあるよ。ウェナールシェル5個、ね、ブルーアイ5個、血を呼ぶ少女クリア。ドン。勝てなかないんだよね、強いけど。ヒューザのレベルが50になりました。新しいクエスト。まあまあ、これの続きだろうね。ヒューザ君、ヒューザ君。まあ、こいつは両手剣で行くんでね。こっちだね。ヒットポイント10。そして、フォース系を
フォースの力を。ダーク、え、ダークフォースって土なんだ。光と闇、ライトフォースは光なんだ。あ、フォースブレイクって全体制だ。はい、そういうんなのあるのか。現状ヒューザが先生取れなかったことないんでね、素早さいらねえなとは思ってるけど。私です、もうすることがない。ミクルソードゴミだったな。威力レベルが上がると、おっとパネルがにゃい。まあ帰ろっか。呪文リレミット